セルゲイエセーニンセルゲイアレクサンドロビッチエセーニン1925年12月27日はロシアの女上詩人20世紀のロシアで最も人気があり有名な詩人の一人エセーニンはロシア帝国ラザン県コンスタンチノボでオザクミノリの家庭に生まれ幼少の頃は祖父の家で過ごし9歳の時から詩を書き始めた1912年モスクワに転居し 印刷会社の構成の仕事で生形を立てた。翌年、エセーニンは学外生としてモスクワ大学に入学し1年半が組んだ。エセーニンの初期の死はロシアの伝承に着想を得たものである。1915年、エセーニンはサンクトペテルブルクに転居し、アレクサンドル・ブローク、セルゲイモ・ゴロデツキー、ニコライ・クリューエフ、アンドレイ・ベールイラと知り合いになった。分断で、 エセーニンの名が知られるようになったのは、サンクトペテルブルク滞在中のことであった。ブロークは特に、エセーニンの初期のキャリアを手助けしてくれたという。1916年、エセーニンは最初の詩集、小根祭を出版した。愛と人生についての心を打つ詩を集めた詩集で、エセーニンは当時ロシアで最も人気のある詩人の一人になった。 エセーニンは1913年に出版社で一緒に働いていたアンナイズラドノワと結婚し、息子、ユーリを設けた。後年、エセーニンはサンクトペテルブルクでニコライ・クリューエフと出会い、それから2年間のほとんどの時間を一緒に過ごすと親密な付き合いをした。近年の研究者は、男性であるクリューエフ宛てのエセーニンのラブレターがあると推測している。 1916年から1917年にかけて、エセーニンは軍部に着いたが、1917年に10月革命が起きるとすぐにロシアは、第一次世界大戦から撤退した。革命はより良い生活をもたらすと信じられ、エセーニンもしばらくはそれを支持したが、すぐに綿滅し、ザスターン・オクトーバー・ハズリ・シベドメ等の死の中でしばしば、ボリシェビキの支配を批判している。 エセーニンとイサドラダンカン。1917年8月、エセーニンは後に、フセボロドメールホリドの妻となる女優のジナイダ・ライフと二度目の結婚をした。娘のタチアナと息子のコンスタンチンの二人の子供を設けた。コンスタンチンは後に有名なサッカー統計学者となった。1918年9月、エセーニンは、モスクワ文芸家社中という自身の出版社を起こした。 そして1918年、エセーニンはモスクワのイマジニストの結社結成に参加し、翌1919 19年の宣言の署名にも名を連ねているが、ほどなくその活動に絶望し、1924年には解散宣言に加わっている。この頃イマジニスト派の分裂は決定的となり、エセーニン没後の1927年、結社は解散した。 1921年秋、画家、ゲオルギーやクロフのスタジオを訪れた際、エセーニンは、パリを拠点とするアメリカのダンサーイサドラ・ダンカンと出会った。イサドラはエセーニンより18歳年上で、ロシア語はほとんど喋れなかった。エセーニンも外国語は話せなかったが、彼らは1922年5月2日に結婚した。エセーニンは妻をヨーロッパとアメリカへの旅に連れて行ったが、 この時点ですでにエセイニンのアルコール使用障害は制御不能なほどにひどくなっていた。エセイニンはしばしば酒を飲み、激しく怒り出して、ホテルの部屋を破壊したりレストランで騒ぎを起こした。イサドラとの結婚期間は短く、1923年5月にエセイニンはモスクワに戻った。エセイニンはすぐに女優のアウグスタ・ミクラシェフスカヤと付き合い始め、 民事婚していると噂されたが、イサドラとはまだ離婚が成立していなかった。同年、イマジニストの詩人なジェージダ・ボーリピンとの間に、息子アレクサンドルができた。エセーニンは、ボーリピンとの愛の子を認知しなかったが、長寿たアレクサンドルは、アレクサンドル・セルゲイエビチエセエニン・ボーリピンと名乗り、結出した詩人になった。ボーリピンは1960年代には、アンドレイ・サハロフラと、 ソビート連邦に対する反体制運動にも参加した。アメリカに移住してからは数学者としても活躍した。エセーニンの晩年の2年間は飲酒と気候の毎日だったが、エセーニンの最も有名な詩もこの頃に作られた。1925年、エセーニンはレフトルストイの孫娘であるソフィアトルスタヤと出会い、5度目の結婚をした。しかし、 彼女はエセーニンを救おうと努力したがエセーニンは完全に神経衰弱に陥り、1ヶ月入院した。退院の2日後、エセーニンは自身の手首を切り自身の血で自生の死を書き、翌日レニングラードのアングレテールホテルの暖房配管から首を吊って自殺した。まだ30歳だった。ただしこれは公式発表による死因であり、その死の真相は未解明である。 エセイニンの遺体は、モスクワのバガニコボボッチに埋葬され、墓には白大理石の彫刻が飾られた。セルゲエセイニンの埋葬。エセイニン名称ウラザン国立大学は、エセイニンの名前にちなんでいる。エセイニンはロシアで、最も人気のある詩人の一人であり、盛大な国葬が行われたにもかかわらず、エセイニンの著作のほとんどは、ヨシフ・スターリンとニギータ・フルシチョフの政権家で、 クレムリンにより、禁書とされた。ニコライブ・ハーリンによるエセーニンの批判が、この決定に大きな影響を及ぼした。1966年に限り、エセーニンの作品の多くが再販された。なお、エセーニンの詩は、ロシアの学校で教えられ、多くに音楽付けられ、ポピュラー曲になっている。その早すぎる詩は、文学者の中には、 同情を示せないとする者も,もいるが、一般の人にとっては、礼拝に値するものであり、神秘的な印象の形成に役立っている。ありがとうございます。